信号が赤になってるのに歩いている高齢者の人っていますよね。これってもう関係ないから赤でも渡ってやれっていう高齢者も、まあ、実際たくさんいます。で、それだと全員思ってしまってイライラしちゃうじゃないですか。じゃあ高齢の方っていうのはわざとそうしてるかというと、そうじゃない方も多いんです。信号っていうのは1秒間に1メートルぐらい歩くのを前提に作られています。70代を超え、さらに80超えてくると男性でも1秒間に 0.7 メートルぐらい、女性では 0.6 メートルぐらいしか進めないっていうふうに言われています。なので、自分のご家族とか周りの方がどのぐらいのスピードで歩けてるのかなっていうのを、歩いてるのを横から見てチェックしてあげるといいんですよね。1秒間にその白いのと何にもないのをスッと行けてるようだったらこれ大丈夫です。それも渡れていないようだったら要注意ですね。じゃあどうすればいいか。もしあなたが運転している立場だった場合は、焦ってブッブって鳴らしたからといって早く歩いてくれるわけではないです。もしかしたらこの人は悪気がないのかもなと思うだけで、いや、もしかしたら悪気あるかもしれないですよ、あるかもしれないんだけれども、そう思えるだけでちょっとイライラが減るじゃないですか。それだけでもいいことだと思うんですよ。で、もしあなたの家族が高齢の方であった場合、青に変わった瞬間にちゃんと歩き始めてるかっていうと、あ、青だなって言って途中から渡り始めてしまうことも結構あるんですね。そうしてしまうと1秒間に1メートルじゃ足りなくなってしまうので、ある程度はためから見て、あ、私のお父さんやお母さんちょっと遅くなってきたなと思ったら、青になってで途中で渡るんじゃなくて一回赤になって、でもう一回青になるの待って、心に余裕を持ってから渡りましょうっていう風に、渡りましょうっていうとちょっと上から目線ですよね、渡った方が危なくないよとか、そうした方がちょっと安心じゃないっていう風な言って、もちろんそれで従ってくれないかもしれないんだけれども、そう言うと、まあ、ちょっと伝わりやすいです。で、できれば、お父さんやお母さんが、渡りきれなかった時とか危ない場面がちょっとでもあったら、その時に言うと、そしたらちょっと伝わりやすくなってきますよね。なのでそういうふうに気をつけていただければ、まあ、自分や自分の家族が、歩いて渡りやすくなります。もし、家族で心配な場合は、例えばシルバーカーってありますよね、こう引いてこう歩いてくれるやつですよね。あれを使うとちょっと早く歩けるようになるので、例えばプレゼントにしてみるとか、そういうのも一つの手です。ただ私は全然若いって思ってる高齢者もやっぱいるんですよ。例えば90歳でも、それこそ100歳でも、50代、もっと言うと30代ぐらいのつもりの人ってやっぱいるんですよね。それは心が若くていいことなんですけれども、そういう方に例えばシルバーカーとかプレゼントすると年寄り扱いするなって言われちゃいますんで、比較的受け入れがいいとか、私年寄りだからとか言ってるとか、歩いていてちょっとつまずいちゃうんだよねとか、そういう場合は、そういうプレゼントも悪くないです。また赤信号を見えてないっていうこともあります。高齢になると腰曲がるんで、ちょっとこう下向きになってしまうっていうのがあります。はたまたまぶたがちょっと下がってきちゃうんですよね。なので歩いてて赤信号、もちろん渡る最初は見えてるんですけど、近づくと信号が見えない、だから変わってるのにも気づかないってことがあります。運転している高齢者もそうなんですね。ですからまぶたが下がっているので、近づいてくると信号が赤になっているのに気づかなくて信号を無視してしまう。信号無視は高齢者の、まあ、いわゆるこう違反で最も多いとも言われているんですね。ですから、実際、自分の家族の助手席に乗ってて危ないなっていう場面があったら、もしまぶたが下がっているかどうかっていうのをちょっと見てあげるのも一つの方法ですね。